とを。また会いましたね、時継も。私に何かご用ですか？ああ、そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな、こいつは里の物の譜になる必要がある。わかりました。僭越ですが、私がお預かりしましょう。なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。いや、誰がバカだ。面覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ。独立部隊みてえなもんだ。俺たちの協力者でな。たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第四がありますから、少しでも恩返しになればと思っています。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか？いいのか？こいつはまだ里の物の譜じゃねえぜ。構いません。腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって明かし。なるほどな、そういうことか。あなたが里の物の譜になるためには明かしの儀を行う必要があります。まほろばの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里の物の譜にふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であれば、この任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか？迷いのない。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。己を見失わなければ、勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。このポンコツめ。ああ、こちら博士、聞こえるか？お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。ふん、驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念話を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。
悟。よし、すべての目標を達成したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。以上、通信を終わる。ていました。守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてモノノフだな。ちょいと気が早いぜ、小せえの。誰が小せえのだ、ヒヨコ。気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、分かってるよ。最後の試練です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。待ちなさい、私が相手です。どうなんだよ。ごちゃごちゃうるせえ。黙って仕事しろ。
ってくれました。はい、頑張りますね。いい塩梅だ。みんな、怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろ。ケツに噛みつかれそうになってたくせに、よく言うぜ。母ちゃんいいだろうな、母ちゃん。オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ならよかった。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば、里の者の譜になるのに、私が試験官として認めます。ただいまをもってあなたをようこそマホロバの里に。よし、やったな。初めの一歩ってやつだ。これからよろしく頼むぜ。いちいちまどろっこしいんだよ。腕が立つなら最初からモノノフでいいだろう。万人を納得させるには手続きが必要になる時もあります。本部には私から報告しておきます。さて、鬼の流入が気になります。今日は念のためここで警戒に当たりましょう。ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さがわかんのか？なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。ですが、中津国全体が滅びに瀕している状況です。あなたのような戦力を里が事情もなく手放すとは思えません。よければ聞かせていただけませんか？あなたがマホロバに来た理由を。横浜から？俺もこいつも本当のところはよく分かってねえのさ。分かってるのはこいつがこの間まで横浜で戦ってたってことだけだ。博士はそれを10年前の大曲時、横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。は？冗談だろ。それが冗談じゃねえのさ。横浜で気絶して目覚めりゃマホロバだ。ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは？霊山の軍師供養ってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。しばらくは後回しだな。そうですか。では大曲時以降世界がどうなったかは知っていますか？せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲時でこの世界は大きく変わりました。鬼が世界にあふれ、大半の人々は殺されてしまいました。明治政府は倒れ、今ではモノノフが唯一の統治機関です。霊山を頂点に、複数の里でわずかに残ったその勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか？以上がこの10年間に起きたことです。あなたには辛い話かもしれませんが。別にいいじゃねえか。ホムラ、まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりゃしねえ。記憶をなくした？上等じゃねえか。仕切り直しだ。
喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう思うだろ。上等なら戦えよ。不器用な励ましですね。ざっけんなよ。誰が励ましなんざするかよ。素直じゃねえ野郎だ。もっとも言ったことは間違っちゃいねえ。お前は里の者の府になった。ここが始まりだ、鬼との戦いのな。共に戦ってくれますか。ありがとう。んじゃ俺は寝るぜ。火の後始末よろしくな、新入り。オムラ、皆任務で疲れています。後始末はあなたがやってください。日頃不真面目な罰です。はあ、俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと。ざまめえな。時継ぐ、あなたも一緒にお願いします。一人では危険ですから。って俺もかよ。ご愁傷さん。おいおい、じゃあ。どういうことですか？頑張りますね。これでいいだろう。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。
ああ。そういうことでよろしく頼むぜ。こんにちは。何かご用かな。おや、君は。紅月君から報告を受けている。明石の儀に合格おめでとう。とても優秀な成績だ。紅月君が褒めていたよ。彼女は里で最強だ。誇るといい。本部を代表して新たな仲間を歓迎しよう。まほろばの里にようこそ。私は和江、ここの事務官をしている。本部では鬼の情報を集約して個々のもののふに討伐依頼を出している。今後は君にもお願いすることになるだろう。ただ無理は禁物だ。かを知り己を知らば百戦危うからず。任務の内容に実力が追いついているかよく考えてから受けることだ。それと次の決まりがある。日頃気をつけてくれ。一つ、職務をおろそかにするべからず。一つ、物の不動し争うべからず。一つ、神垣の御子を軽んずべからず。最後に、お頭に背くべからず。最後のは今は無効だね。お頭は2年前に亡くなってしまった。里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、まほろばでは空席のままだ。いろいろ複雑な事情があってね。しかし近々お頭選議がある。里の全員で新しいお頭を選ぶんだ。君も誰に票を入れるか考えておくといい。近衛の隊長八雲と侍の隊長東野が候補だ。本当はもう一人立候補してほしい人物がいるが、すまない、余計なことを言ったな。最後に一つ気をつけてほしいことがある。行動限界だ。鬼の住む異界には正気という毒が満ちている。これを一度に取り込みすぎると死ぬ。正常な場所にいれば排出されるから、危険を感じたらすぐに里に戻ってくれ。長居は無用だ。いいね。他に困ったことがあったら相談を。モノノフを支えるのが私たちの仕事だ。ではこれからよろしく。何時に英雄の導きがあらんことを。